はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、三国志コラボイベント第2弾の僕が選んだ黄色チームの隠しステージ1、こちらを開放していきたいと思います。やるのはステージ15、こちらを75秒以内にクリアすると長花遺跡のいる隠しステージ1が開放されます。それではやっていきましょう。今回のね、コラボイベントポイントとなるのは、やはりね、イベント特有の能力を持った妖怪を使っていくのがポイントですね。そしてね、今回ちょっと今までみたいに連続タップではね、このイベント攻略できないと思います。ボックスを壊すのですが、ボックスを破壊するのにはボックスの近くにあるプニをね、プニでデカプニを作る、まあ具体的に言うとね、確か 4以上のね、大きさのデカプニを作ると破壊できるということで、なるべくデカプニをたくさん作る方向で積もを消していきます。こんな感じですね。タッチペンを使うといいと思います。そしてこれもポイントなんですが、デカプニを作る能力を持った妖怪を使うといいんじゃないでしょうか。こんな感じ、雲外三面鏡なんかもね、結構活躍しますね。今まで全然使ってきませんでしたけども、ここに来て大活躍です。あとは電人なんかもいいですよね。そして獲得したポイントをアップする能力を持つネタバレリーナ、こちらちょっとゲットしにくいレジェンド妖怪ですが、これもね、大活躍です。こんな感じでポイントボーナスがね、加算されます。これは大きいです。さあ、ここで隠しルートが解放されました。さあ、何がいるのか、まだね、ポイントあまり溜まっていませんが、これからね、貯めていきたいと思います。さあ、いましたね。おすすめレベルが47ということで、かなり強いです。この妖怪も普通に行くとね、なかなか倒せないので、ここはやはり特殊能力を持った妖怪をうまく使っていきたいと思います。そして長花遺跡ぜひともゲットしたいので鉱物与えました。画面の右下の方に今回使った妖怪出しておきますが、ジバニア S 劉備以外は特殊能力を持った妖怪、これはね、かなり違います。これがあるとないでは全然違いますね。これらのね、特殊能力の妖怪を使うと、おすすめレベル47の結構難しいステージですが、結構楽々クリアすることができました。結構ね、やっぱりネタバレリーナは今回のイベントでは常に入れておいた方が貢献度がかなりアップするのでいいと思います。あとはね、ロボニャン超運なんかも入れておくといいかもしれませんね。難しいステージではやはりダメージアップの能力を持つ妖怪、吹雪姫小京、それから修羅駒、これもね、ここに来て大活躍です。それから九尾純育、これもかなりいいですね。さあ、倒して長花遺跡ゲットすることができました。このね、妖怪もね、また使っていきたいと思います。今回のね、このイベントステージは面白いよね。今までみたいにただ単にプニを消せばいいというわけではなくて、なんかやっとゲームらしくなってきたという感じがしますね。やっぱりね、つなげてデカプニを作るというね、つむつむのようなゲーム要素、これはね、結構ゲーム性高いと思いますね。それではね、最後に今回使った妖怪たち簡単に紹介しておきたいと思います。どうなんですかね、みんなこの特殊能力を持った妖怪たち何体かね、持っているのでしょうか。ネタバレリーナ、これはね、最近ゲットしたのですが、かなり使えますね。あとこの辺の妖怪は前回のね、三国志コラボイベントでも活躍した妖怪なので非常に役立っていますね。キュービなんかもいいよね。最後まで見ていただいてありがとうございます。
チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。